の動画チャンネルをご覧くださりありがとうございます。さて、釜石温泉の入湯記です。この釜石温泉は兵庫県北西部三方郡新温泉町釜石の岸田川河畔に1955年に発見された天然湧出の温泉で、現在の浜坂温泉郷においては最初の回湯です。浜坂温泉郷と呼ばれる釜石温泉、二日市温泉、浜坂温泉の3つのうちの1つです。釜石の地名伝説。釜石の地名の由来は大きく塩釜説と古墳説がありますが、塩釜説は昔入江になっていたこの地の海岸で塩を炊いていた釜が7つあったことに由来しています。源泉成分はナトリウムやカリウムを多く含んだ硫酸塩高温泉です。硫酸塩泉は酸素を血液中に送る作用があり、動脈硬化予防や保湿効果があると言われています。そのため体が温まり、こたついらずの温泉と言われ親しまれています。大人中学生以上500、子供2、3以上300、町の憩いの施設、研修センターとしても親しまれているようです。朝一番湯で入湯客はしばらくの間は私一人となり、ゆったりと温泉に浸かることができました。山陰近畿自動車道の新温泉浜坂インターからとっても近いです。もし近くを通られたらぜひ立ち寄ってはいかがでしょうか。